レシピレシピ。今月の食材はトマト。食材提供者は北広島町今吉田の西坂実さんです。トマトのうまみを生かした炒り卵、トマトのスクランブルエッグを作ります。トマトは湯むきをして2センチ角に切ります。切ったトマトに砂糖をまんべんなく振りかけます。卵、牛乳、塩コショウを混ぜ合わせます。フライパンにバターとニンニクを入れて火にかけ、香りが立ってきたらトマトを入れてさっと炒めます。次に卵を入れて大きくかき混ぜます。半熟になったところで火から下ろすと完成です。材料2人分です。トマト中1個、砂糖小さじ1、卵2個、牛乳大さじ2、塩コショウ各少々、ニンニク1かけ、バター 10g となっています。